こんにちは、タケチャンネルです。この動画は会社を辞めるときに知っておきたいポイントの第2弾になります。今回は失業保険で一体いくらぐらいもらえるの、そして、何日間ぐらいもらえるのっていうお話になっています。会社を辞めようと思ったときに、ここはほとんどの人が気になるところだと思うんですね。ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。それではまずいきなり結論なんですけどね、まずは金額を表にまとめてみました。失業給付基本手当って書いてあるんですけども、これ失業保険ってね、よく言われるところなんですが、これ正式には失業給付の基本手当というそうです。で、この表はあくまでまあおよその1ヶ月の給付額をまとめています。で、実際はですね、これ僕もハローワーク行って手続きしてみて、まあ、知ったんですが、これ実際は4週間に一度ハローワークに行って、その認定日っていうのに行って認定を受けるんですね。で、その期間の基本手当がもらえるということになっているので、実際支給されるのは28日分なんですが、この表は今会社員時代にもらってる給料と比較しやすいように30日分の支給額でまとめていますのでご了承ください。で、まずはこれご覧いただくとわかるように下限額が決まってます。なので、この雇用保険の加入期間だとか、そういった条件を満たしていれば、どんなに少なくても1ヶ月6万2000円の支給は受けられると。で、この金額は毎年8月1日に改定されていくんですね。で、一応この表は、令和2年8月1日に改定された金額を元に作成してますので、またこれが次の8月1日になれば改定されると。まあ、少し多分金額が上がる感じなんですよね。そういうことになっています。で、なので、まずは、下限額は6万2000円。だから1ヶ月の給付、30日分の給付、6万2000円っていうのは、最低限保証されているということになります。で、これが、大体まあ、月収が15万円くらいの人は、1ヶ月12万円の給付を受けられますよと。で、月収が、37万円の人は、60歳未満の場合は、18万5000円。で、60歳から64歳だと16万7千円というふうになっています。あと37万円で、だと18万5千円。ちょうど半分になっているのがわかりますよね。で、大体この月収の、45% から 80% の範囲になるんですね。通常は60歳未満ならば、まあ、最低でも 50% の給付率になるんですけどもね。60歳以上の場合だと、これが 45% ってなったりするので、それで、この37万円の月収の場合の60歳から64歳の支給額が少なくなっているということですね。で、この基本的にはこんな感じになってます。で、もう一つ大事なのが、これ上限額が決まってます。30日に換算した時に29歳以下だと30日分の給付の上限が20万5500円。45歳から59歳だと25万円ぐらい。こんな風に最低の6万2000円が保証されているように、同じように今度は上限額も設定されています。で、この上限額は例えば45歳から59歳で言うと月収50万円ぐらいだと、この上限の25万円の支給になるんですね。だから月収50万円を超えてどんなにたくさん稼いでいても30日あたりにするとこの25万円くらいが上限になりますというところです。なので、大体これで、今、ご自分の月収から、で、年齢から、大体まあ、1ヶ月あたりでこれくらいもらえるのかなっていうのはつかめたと思うんですよね。で、これ、もう少し具体的に正確な求め方、これをお話しすると、これ、何かというと、退職前6ヶ月の給与。これ、ボーナスは入らないんですけどね。退職前6ヶ月の給料と年齢で決まるんですね。で、1日あたりの給付額、これをまず求めるんですよね。で、これはどうやって求めるかというと、退職前6ヶ月の給料の合計、これを180で割るんですね。だから、この割る180することで、1日あたりいくらくらい会社からもらっていたかっていうのが求まると。で、そこに給付率がかけられるわけですね。で、この給付率は、もらっていた給料が多ければ多いほど給付率は低くなっていくんですよね。だから、もらっている給料が少なければ、80% もらえるんですけどね。たくさんもらってた人は、50% とか、60歳以上の場合は 45% とかっていう風になるわけですね。こういう仕組みなんですね。あとはその年齢で決まるという、ここは先ほどお話ししたように、年齢によって上限額が
変わってくるんですよね。っていうところです。なので、この6ヶ月の、6ヶ月分の給料の合計と年齢で、1日あたりの給付額が決まると。で、基本的には4週に一度、ハローワークに行って認定を受けるので、基本的にはこの1日の金額が決まったら、これに、28日をかけた分が支給されていくということですね。で、たまにいろいろな動画を見てると、今回の給付額はいくらでした？で、前回よりもいくら増えましたみたいな話をしている方がいるんですけども、これは、1日の給付額は変わらないんですね。だから、支給される金額が変わるのが、その指定された認定日が祝日とかでずれていて、日数が変動した場合とか、あとはもらい始めの、初めにもらうときは、1週間の待機期間とかがあるので、28日分じゃなくて少し少なくなったりとか、あとは、一番最後にもらうときには、もらえる日数が、まあ、28日に足りない場合は、上限の日数までになるので、減ってしまうとか、こういうことがあるんですけどね。基本的には、この1日の給付額、これは、退職前6ヶ月の給料で決まったら、これは変わらないですね。こういう感じになっています。まあ、こういう仕組みになっていますから、会社を辞めるタイミングだとか、会社の辞め方によっては、ちょっと損してしまうようなことが出てくるんですね。で、それをお話ししたいと思います。まずこの表をまたご覧いただいて、まず一つ、一番下の、該当月収。ここを、見ていただくと、これ上限なんですよね。だから、例えば、僕はまあ今50歳なので、45から59歳のところを見ると、上限額50万2200円。こうなってますよね。だから、この50万2200円を超えている人は、あんまり関係ないんですよね。つまり、6ヶ月分ですから、6ヶ月分の給料の合計が、50万かける6で300万円くらいになっている人は、これはもう上限額の25万円。まあ、これ以上増えないんですよね。だから、そこの上限の月収の6倍。これになっている場合は、もうあまり関係ないんですよね。ただ、そうじゃない場合ですね。こんな場合、ちょっと損をしてしまう。で、気をつけた方がいいかなというふうに思います。有給休暇、消化中の残業手当がつかない。失業手当の給付額、これもちろん残業によってもらった給料を含みますからね。だから、これはまあ職場によるんでしょうけど、残業手当でかなり、給料が増えているような場合ですよね。最後の月とかに、有給消化に入ったりする場合は残業手当がつきませんから、その残業手当がつかないと、その分、受け取ることができる失業給付も少なくなってしまうというのがありますね。で、もう一つ、退職月の勤務日数が少ない。これも、まあ、有給休暇の消化の仕方によるんですけどね。例えば、退職の最後の月に3日間だけ、有給休暇がそこの最後の月に加わってしまうと。で、退職月、最後の月が、3日分の給料だけだと。こうなると、これものすごくダメージが大きくなっちゃいますよね。だから、まあ、有給消化中の残業手当がつかない。これはもうしょうがないかもしれないんですけどね。ですけど、有給の消化の仕方で、例えば月の初め数日だけ有給休暇扱いになる。で、そうなった時に、最後の月、その数日分の給料しか支給されない。こうなると、失業手当の給付額は減ってしまうんですよね。だから、そのあたりで、その最後の月の、給料の、これ、会社で離職票に、支給給与を書き込んでくれるんですけどね。その書き方は、いろいろ調べたんですけど、明確な規定がなくて、ある程度会社に任されてる感じなんですよね。だから、ちょっとこの、気をつけないといけないかなと思います。ちなみに、その、6ヶ月の合計の給与で、失業手当の給付額が決まるんですけど、これ、6ヶ月の合計が10万円減ると、だいたい1ヶ月あたり、これほら、給付率によって変わってくるんですけどね。だいたい1ヶ月あたりで言うと、8000円から1万3000円ぐらいの減額になります。だから、まあ、失業中の身としては、少なくはない金額かなと、僕は思うので、まあ、そのあたりですね、ちょっと辞め方というか、辞めるタイミングっていうのは、ちょっと気をつける必要があるのかなと思いますね。極端な話、11月に、1日だけ有給休暇を使って、11月1日に付けて退職だと。だから、11月分の給料は、例えば1万円だけです、みたいな。これは、最悪のパターンなんですよね。まあ、会社の方がそんな対応するのかちょっとわかりませんけどね。だったら、その、有給1日いらないから10月末ってした方が、まあ、この、失業給付の給付額という点では、有利ということになりますよね。だから、そのあたりも、ちょっと頭の片隅に入れておいて、まあ、辞めるときには会社と相談してっていうのがいいかなと思いますね。はい。
そして最後に、この今度は失業給付のこの基本手当を受け取ることができる最大日数ですね。ここだけ最後にお伝えして終わりにしようと思います。これ、まあ、結構シンプルで、基本的には、雇用保険の被保険者であった期間、これで決まります。まあ、これが全てなんですね。で、10年未満だと90日、90日分の失業給付を受けられると。で、10年から20年未満だと120日。そして、20年以上だと150日分の失業給付を受けることができるということですね。で、これ、ですね、ちなみに僕は、最後にいた会社、18年ほど勤めてたんですよね。で、18年だと、この表に基づくと120日に、なるんですけど、でも、僕はその前の会社と合わせると、20年以上被保険者として雇用されてるんですね。なので、僕の場合はこれ150日というふうに、なりました。なので、これ一つの会社で、雇用期間何年ではなくて、これ通算なんですね。で、途中で、失業保険の給付とかを受けてると、そこでリセットかかるんですけどもね。そういうのがなければ、基本これ、通算して何年ということになっているので、これが基本的な日数の決まり方です。ただ、例外がありまして、前の動画でも話している特定受給資格者。これです。あと、もう一つが特定理由離職者。の中でも雇い止めに当たる場合ですね。これもちょっと、詳しくは、まあ、前の動画でお話ししているので、気になる方はそちらご覧いただけたらと思うんですが、特定受給資格者は、まあ、会社の倒産や、会社都合のリストラなんかの場合とか、パワハラとか、過度な時間外労働とか、まあ、そういうのが特定受給資格者に当たるんですね。で、特定受給資格者だと、もうこれ無条件に、失業保険受け取れる期間が長くなります。で、ご覧いただくと分かるように、随分長くなりますよね。例えば、20年以上で言うと、通常僕は、ま、150日の給付を受けたんですけど、これが特定受給資格者だと、ま、僕の50歳っていう年齢だと、330日保険受け取れるんですね。だからその特定受給資格者の場合、それからもう一つ、特定理由離職者でも、僕は体調不良による退職で特定理由離職者と、なってるんですけども、これは僕は該当しないんですね。特定理由離職者の中でも雇い止めによるもの。これが失業手当の給付日数で優遇を受けることができます。で、これ、まあ、ご覧いただくとわかるように全然違うんですよね。まあ、年齢にもよるんですけど、2倍以上の期間、まあ、これもちろん再就職が決まらなかった場合ですけどね、最大の日数になりますけども、2倍以上の期間、受け取ることができるということになりますので、この特定理由離職者とか特定受給資格者っていうのはやはり自分が該当するのかどうかっていうのはまあやはり確認はした方がいいんだろうなというふうには思いますね。こんな感じで失業給付ですねの基本手当金額が決まり受け取れる期間が決まってきます。今日の動画はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。また今後の動画もよろしくお願いします。タケチャンネルでした。